なんか別のね、番組で、すみが一人でやってるんですよ。あ、そうやらせていただいてます。何分ぐらいやってるんだいてあれ30分かな週間 ?30 分ソロラジオやってるんですよ。はい。こんな、即戦力いますか楽しみやわ、今日のラジオ。怖っはい、そして、あなたがあ、はい。どうも、すみ慎太郎です。ギャグしまーすめちゃくちゃ、ラジオやから。うぅぅぅ 両手を、両手をすごい広げて、分度器っていうギャグを全力で、しかも立ってやってくれました。<laughs> はい。ありがとうございますいまギ。ギャガーなんですよね。はい、ギャガーやらせてもらってます。ギャガーってね、やっぱね、こう年々恥ずかしくなるんですよ。 僕もギャガーというかギャグいっぱいやってて、今でもやらされるんですけど、一回通るんですよ、思春期を。ギャガーの思春期ってのがありまして。一回通りましたよね。あもう通ったん今何歳ですか僕、今17です。鷲見が17で、キヤは ?15 です。15歳。鷲見が高校2年生。高2です。高2とか、だって一番さ、その 見た目とか女の子からどういうふうに思われるかとか気にするような年頃で、そんなぶんどきってやってるやつがモテるわけがないのよ、まず。はい。確かに。そもそも。今のやったら多分横で笑ってたユキヤの方がモテんねん。クラスにこの二人がおったら。絶対に。その、いつ通ったんですかギャガーの思春期は。ああ。中二か中三ぐらい。いい。 小島健と、ボイズビー151やと、んた太郎が FM 大阪からお送りしています。かんばり聞いていただいたのは、埼玉県のももちゃんからのリクエスト。リカミなお前は。み今日、これ裏テーマがあって参加見したらブースから出ていく。じゃあ待ってや今もう急にツアーとなりました。オープニングいい感じやったのに。もう急にツアーとなったよ。はい。もちゃんのメッセージをご紹介したいと思います。お願いします。はい。え小島くん、ゆきやくん、みくん、こんばんは。こんばんは。まずは。こんばりや。こんばり。 こんば、こんばんはって書いてる。ももちゃん、そうだからももちゃんこんばりやで。ももちゃんわかんな。<laughs> 書いてくれてんねん。<laughs> 僕、ちょっと行けなかったんですけれども。はい。大倉くん。はい。大倉くん。大倉くんから、だから、ちょっとメッセージ来まして。ええ。そう、そう、そう。なんか、今、ちょっと、その、ボーイズビーのライブ、見に来てんねんけど。っていう急に来て。あなんやろうと思って。そんな、さライブ、来てんねんけど、みたいな、先輩から来ることないから。ない。何ですかそしたら。カップ麺があって、で、カップ麺を、大倉くんが。取ろうとして、す、あの、ボーイズビーに聞いたらしいんですよ。これ、カップ麺食べていい。そしたら、すみが。 いいよって言ってきたっていうメッセージが来てライブの感想とかじゃないライブの感想じゃないライブがどうとかしっかり教育しますっていうお前大倉君に語使ってんいや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 そん時はそん時のあれがあったんすよ事情があったんだそう事情があっただから大倉君も悪いんかもなそう悪かったもしかった、悪かった何が悪かっただってまあ一応僕らが食べていいよみたいに言われてたカップラーメン取ろうとしてたからほんまやそうそうそう あかんわここはちょっと見せたらなあかんなって <laughs> どこで見せても、ね、ええよーってでもあか,あかんじゃなくてええー、よないええよーってそうやったらもあんかんじゃないガッツリかますとしたらもういやーまあまあでも、まあ、お世話になってるとかあるから <laughs> 精一杯できる犯行がためごでそう許可するというそうなんすよなるほどいいりした僕は肩流れがしたいですチキン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 上達